ちごいっぱい。このように車椅子のままでも段差なく行けるようになってます。車椅子の方とかね、ベビーカーの方が利用できるようにということで、これ降雪栽培っていうんですね、はい、腰ぐらいのところでこう栽培してまして、はい、まあ、お子さんもそうですけど、この目のこの辺にぶら下がってる状態になるんで最高だと思います。それを見るだけでも。果肉がしっかりしてて甘くて美味しいです。見てこれ、これすごい豪華。大きいね、綺麗だね。オーナーの田中です。車椅子のトイレも用意してございますので、バリアフリーになっておりますので、車椅子の方やベビーカーの方もご利用できるようになっております。ぜひお越しください。